さあおはようございます。無事に四国の納車も終わって、元気に仕事してますということですね。今日はですねこれです、見ての通りガラスがない、ガラスがないということで、これをねただガラスを取っただけじゃなくて、この屋根、この屋根を鉄からドライカーボンにしようという計画です。これもですねちょっと大変、手間がかかるね、めんどくさい。でもちょっとこれ YouTube ネタなので皆さんにお見せしようと思います。よろしくお願いします。ですね、この前の夢の中古車四国まで行ってきたんですけれども、彼女から昨日手紙が来ました。それをちょっと皆さんに紹介したいと思います。今回は本当にありがとうございました。本当に夢のような時間を過ごすことができました。陸軍事務所から公園まで運転してくださいましたが、もっといろんなお話をしていたかったです。納車後はずっと欲しかったシルビアのオーナーになれてものすごく嬉しいのに、岡村さんともお話しできる機会が少なくなるんだと考えると悲しい部分があります。いざお会いして話をすると緊張して伝えたいことをうまく話せなかったのが事実です。このシルビアの制作に関わってくださった皆様に心から感謝していることを自分の口で伝えたかったです。将来どうにか叶えられたらいいなと思っていた夢を岡村さんはじめヤシオファクトリー皆さん関係者の方が叶えてくださいました。こんな嬉しいことは人生でそうないと思います。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。納車されたシルビアは岡村さんのシルビア愛が作り出す派手すぎず大人の私の想像を超えるものでした。動画でもお話しした通り一生涯大事に大事に乗り続けていきます。今回夢を叶えていただいてもう一つ夢ができました。コロナが落ち着いてみんなが笑顔で過ごせるその時が来たら、私もヤシオファクトリーまでシルビアで会いに行きたいです。このような機会がなければつながらなかった縁が岡村さんとお会いできたこと大変嬉しく思います。このご縁を今後とも大切にいきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。またこれからも YouTube の視聴者として岡村さんのファンとしても応援しています。コロナ禍でご多忙だと思われますがお体にお気をつけて。こういうのをね、もらうとね、いやー、やってよかったって思います。いや、感動的です。以上です。まずはですね、これです。これは、ボディを作るときに、ゴムのシール剤だとか、アンダーコートの残りだとか、それをこれでとるんです。
このように削るとここにこうスポットが打ってあるんですよね。このスポットを剥がして、ここはAピラーとルーフのこれつなぎ目です。これ茶色くなってますけど、これロー付けされてるんですね。これをカットしてスポットを全部外していくとパッカーンと外れる仕組みになってます。これは見てください。これ本気のいる作業だけれども、まあ手間だけなのでね、頑張ってやってみたいと思います。
い方がいいですか。それは見られない。スポット？なんか変なもん止まってね、スポットが。
うわー、こんな長いの。手でなぞった方がいいかな。いや、大丈夫だと思いますよ。残ったですか？本当になんかどっか使う、どっか使う、たっぷり使っちゃっても残しても使えないでしょ、これって。何でも言って漏れてくるんですか？弾けちゃうのには塗るとこもねえんだね。でも
ぽいね。ちょっともいいけど、これで止まれば、おもう思いっきり締めちゃダメだぜ、割れちゃうから、はい、軽くね、軽く収まればいいから、おお、これダメだ、いやね、力が力とね、カーボンルーフがボディに付帯しました、もうねだいぶ乾いてます。明日の朝になればもうカチンカチンになるかなということで、ここからは色を入れてガラスをはめて完成と。ちなみにこれカーボン自体、ルーフ自体単体は、2キロです。で、鉄の屋根が、真ん中の補強をプラスして約10キロですから、ルーフだけで8キロも軽いってことです。8キロってね、ダンベルですからね、ダンベルで言ったら10キロのダンベルって相当重いからね、そこからまたここにアクリルウィンドウがクォーターとリアで3枚つくんで、ここで多分そうだな、5、6キロは軽くなると思います。そうすると、まあ、13キロぐらい軽くなるっていうことですね。このやっぱ頭の十何キロの軽さは多分相当効くと思います。今年の冬のオートポリス楽しみだな。ということで、ガラスを外すのはガラス屋さんに頼んだので、実質作業は、まあ、約1日半ぐらいでここまでできました。ちなみにこれは24、5万するのかな確か、皆さんもねこれやったらいいと思います。カチンカチンです。ほら